新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年もモナをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず1月1日に起きた能登半島地震において、ファンの皆様、関係している皆様、すべての皆様の本当にご無事であることをお祈りしております。余震が続き、安心できない日々が続きますが、一日も早く安心できる日々が訪れるよう心より願っております。僕たちの、ね、できる、ことを、今は、精一杯、努めてまいりたいと思いますので、今日ね、モナちゃんでぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは、ね、新年からも、たくさん、みんなが活動してくださっているということで、はいはいはい、まずはご案内からさせていただきましょうか。はい、はい、そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまずはフリージアのライブ情報からお伝えをさせていただきます、はい、まず1月の7日日曜日、こちら心斎橋ファンジェさん、そして1月の8日月曜日祝日、こちらがれいかちゃんの生誕祭となっております。場所は江坂ミューズにて、開催が決定しております。もう今なのできっと、いやすでに1日からね、なんか結構みんな活動が、そうなんですよ、動いてるような感じがしたんですけど、そうなんですよ、1日からね、あなんかあれはどこに行ったんだろうね、なんかね、みんなのね、SNS を見てたら、うん、そうそうそう、レコーディングなのか、まあね、どうなのかっていうような雰囲気が見られましたが、うん、そう、プロデューサーの方のね、インスタのストーリーズも、ね、簡単からすごいね、楽しみ、うん、言うてる間ですからね、そうですね、もう1週間後、今日が2日なので、1週間もないんか、1週間切ってるんですね、そうなんや、ここから追い込みですね。ここから雨も続きますけど、そこからまたライブも続きますもんね。そうなんですよ、その次の日もですね、はい、ございまして、まずはオスフェス、ビッグキャットにてオスフェス、そしてファンジェットワイズさんで の, ライブが決定しているので、1月の9日、はい、帰りに泊まることなくですね、いやそうですね、はい、ございます。そして3月の20日水曜日祝日、こちら伊沢福岡さん、日曜福岡ツアーでございますね、はい、まだまだここから多分どんどんまた入ってくる、そうですね、かと思いますので、はい、はい、ぜひこの今年の、ね、フリージアの活動ご活躍もぜひ楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、ね、周年ライブもね、はい、多分もうそろそろ進み始めてると思うので、そうか、ね、皆さん のクラファンのご支援の結果によってね、はい、ラウンドでね、ラウンドでもね、開催楽しみですね。ほんまにだからロックはアイドルに転生して1年が経つっていうことですよね。2023年やったんですね、フリージアのね。確かに、なんかもっと前に感じるっていうか、それぐらいすごい目まぐるしい、ね、活動だったと思うんですけど、すごい楽しみです ね、はい、ね、僕らのライブが、はい、ね、こちらも1月の7日日曜日、クズハモールさんに決定しております、はい、こちらミニライブと特典会、はい、と時期会がございまして、はい、新年一発目チームカンモリモカちゃんに、ね、会える機会になるんじゃないでしょうか、はい、ふと思い出してんけど、多分あれ2023年の最初やと思うねんけど、はい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 、この間の名古屋でその衣装でやっててんけど、はいはい、さやだけ白 の、 衣装の時、分かる、はいはい、分かります衣装で、うん、なんかクズハモールでフリージアが確か去年の1月にやってた曲があるんよ、そう、そっか、そうや、しかも新年明けて結構早かった気がする、そうだったかな、そう、なんか付き添いで行った記憶があって、なんかクズハモールで、あ、うん、あれクズハモールって前もあったよなって思い出して、そう、確かその時はその衣装やったから、まだだから1年前のほんまにこの時期はまだこんなにね、台盤とかでね、年中駆け回るっていうんですかね、っていうフリージアのスタイルじゃなかったんで、すごい、1年で大きく変わりますね、やっぱり、本当ですね、うん、今年1年ね、また来年の今日何を喋ってるのかって、確かにこのチャンネル続いてるのかな頑張りましょう、頑張らせ自然消滅みたいなことどうしよう、このチャンネルももうすぐ多分1年よね、4月の何日からって、4月やったっけ、はい、ね、4月やったの気がします、ね、東京ローム散り前だったので、ね、確かに、そう、でもね、上奥の4月の末の公演やったね、その、うんうん、2週3週前ぐらいやったらなって感じだったから、周年やりますか、僕らやります、周年生放送しましょう、周年生放送か、いいな、まあ、放送生みたいなもんやけど、ね、確かに、確かに、このままね、お届けさせてもらってるんで、はい、確かに、そういうのもありですね、ちょっと番外編じゃないですけど、いいですね、うんうんうん、やりましょう、まずちょっと考えましょうか、はいはい、そしてこちらもね、日付が近づいてまいりました、はい、手塚真中ちゃんのバースデー&月春ファンミ、1月の27日土曜日ですね、こちらクラウドファンディング現在 120% 達成しております、100% 達成まで終わりませんってやってたら、配信やってたからね、やってまし
ました。すごい。それ2部がソールドアウトいたしまして、ね、1部がまだチケットご用意が可能なんですけれども、はい、あのね、どんな感じなんですかね、今。どんな感じなんやろ。どんな感じなんやろ。いやー、すごい、でもなんかこのね、うん、笑いが絶えないような感じがするけどね。うんうん、なんかもう何事も楽しんでるイメージがあるんで、テヌーは。確かにそうですね。なんかその妹、なんか似てるような似てないようなみたいなこと言ってましたよね、ちゃんと。だからなんかどんな感じなんやろ。いやー、すごい楽しみです。はい、今年一人目の個人ファンですね、ですね、っていうことですよね。24年のスタートですね。はい、ぜひぜひお見逃しなく、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして続きまして2月でございます。はい、芦木小百合ちゃんの、個人ファンミーティングですね。うん、こちら2月の24日土曜日開催予定をしておりまして、はい、場所がカルダモンカフェさん。うん、こちらがスポンサー様ソールドアウトいたしました。はい、ありがとうございます。そしてマメメのファンミーティングはですね、1部がダンスアクロバティックショー、うん、アクロバットショー、はい、そして2部がリアル晩酌パーティーで、マメメの手料理が食べれるかもっていう、はい、ことなんですけれども、いいですね。いいですね。だからマメメも確かになんか SNS とかでもすごい健康的な、そうですね、おしゃれなご飯食べてるイメージがあるんで、なんかみんなで健康になる感じですかね。あの実際そのやっぱり体操をずっとやってたっていうんで、体作りとかやっぱりすごく気を使ってるから、そのまあやっていきたい方向性としてはやっぱりこの健康であったりとか美っていうところになんかアプローチした活動を自分自身もしていきたいっていう話はよくしているので、あ、確かに。だからほんまにね、綺麗なんですよ、静かに。あ、そうやね。確かにそうなんだけど、ちょっとあの一言多い。そういう意味ですよ。いや、そうですね。でも愛されるべきキャラクターなんですよ、本当に。でもなんか元から本当に綺麗な印象あったんですけど、ここ多分2、3年でガッと多分またマメメが体絞ったりとかして、どんどん磨きがかかってるので、本当に健康ね、男性も女性も年齢も関係なく、あのすごく大切な部分になってくると思うので、そこを楽しみながら一緒に過ごせるファンミーティングになるんじゃないかなと思います。いや、本当にたくさんの人の掛け合い方で、あのさゆりの良さは出るもんね。そうなんですよ、ね、本当にね、これはですね、知っていただきたいですね。ね、一部もでも楽しみですね、はい、アクロバティックショーっていうところで、本当にすごい、うん、やっぱりね、あの、まあ、ロミジュリも、あのちょうどなんか SNS でさ、うん、上がってたんやけど、はい、一番最初のロミジュリの時は、あの、周りの、ね、うん、ダンサーショーっていうところで、うん、そのパフォーマンス見せたりとか、うん、2期の時はレインボーリューズかな、そうですね、やってて、登場でね、あの、はい、回りながら登場するっていうのがね、かっこよかったな。本当になんかマメメにしかできないことってめっちゃあって、うん、それこそ昔モナが、ショッピングモール内でファッションショーとかイベントしてた時も、そのショー中にランウェイをバク転したりとかやってたんですよ。そうやね、このかけるアクロバットみたいなものね、やっぱりマメメにしかないすごい大きな魅力の一つだと思うので、ぜひ生で見れることはね、なかなかないと思うので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、そしてですね、ファンミーティングといえば、うん、先日発表がございました、新見鈴奈ちゃんの初ファンミが開催決定いたしました。はい、ありがとうございます。そして、お日にちが3月の17日、はい、日曜日、場所は大阪府内を予定しております。はい、そして1月の10日からクラウドファンディング公開予定ということ で、ね、そちらでチケット等も販売予定ということなので、はい、あのお見逃しなくということなんですが、1月10日がすぐ誕生日、あ、そっか、そうやね、ほんまや、それに合わせてクラファンっていうことで、ね、すげー、立ち上げで、え、すぐ何歳になるんですか。え、でも年女のよ、彼女、俺後ろのとこで、だから 12歳ちゃうねん、だから、多分20、次だから4になるんやと思う、今3だから、うわー、すげー、なんかあの画像めっちゃ可愛くなかったですか。俺さ、あの、まあ、そのファンミーティングやりますっていうことで決まって、あの LINE 組んで、はいはい、であのこの画像で発表お願いしますって出てきた時、思わずなんかめっちゃ楽しそうやなと。いや、間違いない。センスの塊でしたね。いや、めっちゃ楽しそう。そう、でなんかその今回のそのファンミの、テーマが、おすずスクールフェスティバルプライマリーということで。あ、なるほど、ね。スクールフェスティバル、いや、楽しみ。文化祭よね、また。出てきた。出てきたモナチャンネルに回収された、そう、回収、文化祭、やばい、前モナチャンネル出てくると、じゃあ、どんなことするかなみたいな話とかもされてるんですか。してるんですけど、もうここではね、やっぱりね、いろいろ発表があってから、ね、スーさんの口から配信とかで伝えることもあると思うので、うん、はい、
楽しみ、めっちゃ僕からお伝えしておきます。もうすごい楽しそうで、本当にやば、うん、すごいな、楽しそうやな。それこそ、そうですね、もう TikTok で、うん、学校の先生やってたりとかするの で、 ね、 ね、うん、ね、なんかもともと背景もね、ちょっと教室っぽくしてたりとかするから、うん、なんかそれがリアルになるみたいなイメージなんかな、確かに確かに勝手に思ってるんだけど、うん、楽しそうですね。じゃあね、うん、ぜひ多分クラウドファンディングが公開されたらね、よりちょっとまた見えてくるものがあると思うので、その時にまたお話しさせていただけたらと思います。はい、まだゲストにもね。あ、本当です ね、 ね、確かに呼びましょう、来てください、来てください。はい、そしてですね、こちらも年が変わりまして、間もなくになってまいりました、はい、フェイクアウトハーモニー2、うん、こちら1月の17日水曜日から22日、ソープオペラクラシックズ梅田さんにて、出演が決定しております、はい、私がチームワルサ、はい、竹林遥、そしてアンジェラ役、そして明日裕太くんがチーム、マグナムの主演ですね、うん、富岡聡役として出演をさせていただくんですが、はい、S 席っていうのがございまして、今回その会場内にメインのステージと横にサブステージみたいなところがあって、ちょっと前列3列ほどですね、S 席っていう形になってるんですが、全公演本当にもう残すところ1、2席、数席となってるので、ぜひね、本当に近い、めちゃくちゃ近いよね、めっちゃ近いんですよ、本当にもう目の前横切るんちゃうかぐらいの近さなので、ぜひね、これ体感していただく、ハラハラをね、楽しんでいただけたらと思うので。確かにね、ほんまにその魅力ではあるよね、そういうショー、まあ、小さい会場ではあるけれども、そうですね、だからこその迫力とかあるなっていうのが、てかもう年越したくねえわ、言うてる今自分で喋りながらこう、今ちょっと待てよみたいな、そんな感じになってんの、感じの、てかもう冬やみたいな、そうですよ、ね、やばい、あと2週間やと思ってドキですが、いやー、ね、なんか、もうでももうそろそろ稽古始めですか。そうですね、5日から5日からですね、あと2日ですね、前休みで、そうなんですよ、いや、楽しみですね、楽しみです、ぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。そしてですね、こちらも劇団モナ、はい、2020年初舞台ですね、はい、テイラーバート2月の10日から12日、場所は近鉄アート館にて開催が決定しております、はい、そしてですね、こちら昨年末、はい、12月の31日の末までで先行チケットの販売が終了いたしまして、ね、しね、はい、なんと千秋楽残すところ8名様以外すべて完売ということで、ね、しましたね、本当にありがとうございます、はい、まだまだね、見えない部分が多い中で、うん、こんなにもたくさんの方が楽しみにしてくださってるんだなっていうのをすごく感じて、改めてよしっていう、ね、気持ちにさせていただいております、はい、そして、あとね、あとそうなんです、テイラーバートスポンサー様、あー、お二人目のご支援が、いやー、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、いやー、嬉しいですね、先日ね、はい、これはでももう、まず先週も言ってたから大丈夫か、はいはい、ビジュアル撮影をね、はい、終えてね、本当にそのリターンの一つにもありましたけれども、はい、パネルの方にね、はい、お名前を掲載させていただくというところで、はい、ちょっと近日中にまたメールで確認を、ね、送らせていただきますので、ぜひね、はい、お前に返信いただければと思いますので、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。実はその先日そのパネルの撮影も終わってるんですけど、ね、いや、いいですよ、すごくいいですよ、なんかよりチームの色が、うん、衣装からも伝わるんじゃないかなっていうのがすごくあって、うん、まだね、内容とか見えないところが多いと思うんですけど、なんか、あ、こんな感じのチームになるんかな、こんな感じの色になるんかなっていうのが、うん、またちょっといつ出るかはちょっとまだ今後の発表になるんですけれども、ね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。そしてですね、はい、昨日、はい、1月の1日月曜日のお昼12時から一般チケットの販売がスタートいたしました。もうね、それこそ千秋楽以外のチケットがもう完売してしまってたりとか、ね、まだまだね、たくさん来ていただきたい方がたくさんいらっしゃるので、はい、ぜひ一般チケットの方もね、チェックしていただけたらと思います。はい、それですね、あともう一つね、はい、学生、中高生の方に向けてチケットなんですけれども、はい、まあ、メールアドレスをホームページの方に載せておりますので、はい、そちらのメールに、中高生の方で、ぜひ劇団マナの作品、まあ、今回テイラーバートなんですけれども、見に行きたいっていう方がいらっしゃったら、メールを送ってください、くださいで、はい、あとね、その、
テイガーバートのスポンサーの方、それから今、リターンの中でもあるんですけれども、はい、テイガーバートの中学生高校生に、見てもらいたい劇団ものを知ってもらいたいっていう、リターンの、はい、枚数に応じて、中高生の方がね、はい、応募があった方にそのまま、チケットをプレゼントという形でさせていただきますので、はい、ぜひねこれを、見ている中学生高校生の方もいらっしゃれば、はい、ぜひね、こちらにお越しいただければ招待枠でね、ファンの方がたくさん応援してくださった分を、はい、お届けできますので、ぜひ、ご連絡いただけたらなと思います、はい、それからね、応援していく、いつも応援してくださる皆さんも本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、今のところお伝えできることはこんな感じですかね。でございますですね。はい、嬉しいですよね。モナ、うん、なんかモナチャンネルをスタートして、毎月、こうやってモナの所属タレントのみんなの活動をより追うようになったじゃないですか。そうですね、なんかこんなになんか常に告知ができることとか、うん、なんか先週はこれがあったねっていうのが、いい意味で当たり前のように毎週トークテーマとして上がってたのが、なんかすごい嬉しかったなって思うので、そうですね、はい、まあ、このモナチャンネルが追い切れなくなってしまうぐらい、そうですね、もう30分で収まらなくなるね、収まらなくなっちゃう、2時間ぐらいも収まらなくなる毎週収録大変やなってっていうぐらいね、うん、なんかみんなで活躍飛躍していける1年に、そうですね、したいなってすごい思います、うんうん、なんか実際そのモナチャンネルもそうだし、はい、なんかこの SNS で、拡散したりとかっていうのもあるんですけど、はい、まあ、コロナがね、なんかかなり終わったりとか、もちろんまだコロナになってる方もいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、世間のその対応的にはマスクも自由だしとか、うん、こうイベントとかの制限もなくなってきたしっていう状況ではあるので、はい、本当にエンターテインメントがね、たくさん届けれるようになったっていう、うん、ことをすごくこうやっぱり実感しました。そうですね、確かに、うん、より感じました。なんか嬉しいなって、やっぱりこの間近で、うん、笑顔が見れたりとか、うん、表情が見れたり、なんか当たり前じゃないなって、うん、でマスクしてても嬉しかったけど、やっぱりより口元が見えることで、うん、こんなに世界とか共通で共有できるものが変わるんやなって改めて思いましたね。うん、心がね、なんかこの、はい、なんか必要としてたんやなってすごく感じますね、うんうんうん、なんかたくさんの、 そのやっぱりコロナになった時とか、うん、こういった有事の時とかに、うん、やっぱりその、エンターテインメントの活動をしてる人って、まあ、正直さ、現場で何かができるわけじゃなかったりとかするや、うん、なんか直接的な、でもなんかこのなんかその時になんかこう無力さを感じたやっぱり表現者の方とかもいらっしゃったと思うんですけれども、やっぱりこの届けるようになってから改めて思うのは、うん、なんかたくさんの人の心にやっぱりエンターテインメントであったりとか、なんかこう楽しいっていう気持ちをなんか届けれることとかってすごく大事なんやなっていうふうになんか思いますね。いや、間違いないですね。いや、なんかよりね、うん、いい1年にみんなと一緒に、ね、していきたいですね、うん、なんかキバブ、うん、今年2024年の目標1、はい、漢字1字で表すなみたいな、漢字1字なんか難しいお題やな、でも、うんうん、どうやろう、まあ僕さっき見たって年男なんで、うんうん、まあなんか登るっていう字がいいのかなっていうのを思ってはいたんですけど、まあいいですね、その心は、その心はまあでもね、ほんまちょっと感じ違うんだけど、うん、なんかすっごい全部頑張りたい1年にしたいなっていうのがすごく思ってて、あ、まあ毎年言ってねんけど、それもなんかその仕事のことだけじゃなくて、はいはいはい、去年始めたことでいうと、ちょっと麻雀をちょっとね、覚えたというか始めまして、まあちょっと何、どっちかっていうとその掛け事とか、はいはいはい、ギャンブルとか、なんかそういうちょっとなんかイメージがあったんやけど、うん、でも今って結構この頭脳スポーツっていう風に言われてて、うん、結構なんていうかね、ゲームとしてなんかすごくこう、まあ、広がっていっていたりとか、うん、なんか元々の持ってるイメージと全然違うものやってるのを初めて知ったんで、国士無双ですよね。国士無双ですねそう、まあ、まあ、それまあ、マージャンのことはいい、まあ、マージャンもそうやけど、もう強くなりたいし、うん、あとはこうやって表に出てる機会も増えて、うんうん、でよくイベントとかでね、俺なんか歌とか歌わされたりとかするようなものまねで、長渕剛のものまねで、で、うん、それもやってんねんけど、うん、もっとクオリティ上げたいなと思ったりとか、なんか歌上手くなりたいなとか、そういうなんか ちっちゃな、なんかいろんなことも全力でできるような、なんか一年にしたいなっていう、うんうんうん、あ、でもめっちゃ、でも結局つながりますもんね、そういう、何事も楽しめる人はきっと何でも楽しめるし、うんうん、何でも頑張る、ね、あれ
がある人は何事も頑張れるしって、なんかね、人生の折り返し視点って、うん、多分100歳生きるとしたら、うん、なんか折り返し視点で50歳かなって思うけど、うん、実は10歳ぐらいって言われてて、うん、何かっていうと、はいはい、10歳ぐらいでほとんどのことを大体経験しちゃうねんて、うん、で何か新しいことが起きたとしても、うん、以前の記憶とか経験とかと結びつけて、うん、あ、これって多分あれと似てるようなものやなっていうようなことで、なんかこう事前にある程度想定しちゃって、うん、心から楽しめなかったりとかしちゃうから、うん、あ、なるほど。でもなんか言いますよね、なんか大人になって1年がすごく早く感じたりとか、うん、子どもの頃の夏休み1ヶ月がすごく長く感じてたのって、うんうんうん、その初めてのワクワクとか楽しいっていう気持ちがあったからっていうのはよく言いますよね、うんうん、だからなんか大人になってから初めてのことに挑戦したり初めての景色見たりってするのがいい意味で1年を長く感じることができる、なんか一つの方法みたいなのが見たことがある気がします。なんかこうリボンなんか2024年チャレンジしてみたいなって思ってることがあったりとかしますか？あ、2024年は、うん、でもそれこそなんか今年でそのコロナ禍が落ち着いて、うん、皆さんと会える機会が増えてきて、うん、チームで何か挑戦させていただいたことは何個かあったなってすごく思うので、そうですね、うんうん、個人としても、うんうん、なんかイベントやったりとか、うん、ライブしたりとか、それこそお迎えやったりとかっていうその個人の力を磨いていくっていうのは、うん、なんか今年一つ大きなテーマにしてるんですけど。なるほどね、うん、そうですね、確かに、ね、劇団の活動とかね、うん、去年もたくさんあったけど、うん、はい、そうか、そうなんですよ、一人のこうリホとしてのこう、はい、タレント、まあ、歌手というところもね、うん、だからなんかやっぱりそのそれこそさっきケバブがおっしゃってたことと近いのかなって思うのは、やっぱりなんかプライベートの自分の時に、うん、もっといろんな経験をしたいなって、なんかそれこそ初めてのものを見に行ったりとか、うん、初めての場所に行ったりとか、うん、っていうなんかそのなんか経験が結局こっちに繋がってくるものって多分あるやなってすごく思うので、確かに、うん、ある意味なんかどの時間も大切に頑張りたいですね。いいですね、うん、いやそうですね、はい、本当にね、うんうん、いやなんか大きく変わる年にしたいなって思いますね。いやしたいですね、うん、本当に。あとはなんか本当に私の勝手なこの今年の1年の漢字一字、はい、どうぞ。笑うにしたんですよ。笑う、あ、自分自身もなんか笑うってやっぱ何よりエネルギーすごいなって思って、いやいいね、いいですよね、うん、なんかすごいシンプルなんですけど、うん、みんなと笑い合える1年にしたいなって思います。今笑うということが出たから言ってもいい、はい、人生に結構テーマがあって、はいはいはい、人生のテーマが、はい、でも笑ってる時間が長いことっていう、素敵、めっちゃ素敵、自分もそうだし、うんうん、関わった人の笑ってる時間が長いことがこう人生においての、この自分の中のこのアドバンテージが高いかなっていうふうに思ってて、うわめっちゃ素敵ですね、それなんですよ。あ、いいですね、笑い、いいですね、いいですね、じゃあここ見てくださってるね、皆さんのいいものはカメラ見てた、いいものはパクります、大事ですよね、どうにかの笑うに変える、あ、そう変えるんや、増やすとかじゃない、増やすとかでもどっちもショーって呼ぶな、ノールも笑うもショー、ショーにするわ、ショーショーリーのショーもいいですね、いいですね、うん、確かにショー文字ってなんかそれこそ飛ぶとかも、あ、飛ぶバレー部とかでよく使われる飛ぶです、羽ばたけんのね、あ、なんかいい意味なんか多いですね、プラスのイメージが確かにありますね、いいじゃないですか、いや、頑張りたいと思います、はい、はい、見てくださってる皆さんとたくさん笑顔の時間を ね、 そうですね、共有できる一年にしてきたらと思います、はい、あともしまた皆さんの漢字一文字、今年の漢字一文字もぜひ教えてください、最近コメント欄がちょっと寂しめなんでちゃんと見てますからね、はい、ということで、はい、新年、1本目のモナチャンネルは以上で終わりたいと思います、はい、この動画を最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします、それではまた来週、今年もよろしくお願いします、来年も来年も